わびさび。それは不完全な美しさ、質素で廃れていながら趣があること、またそれを感じる日本人特有の心とされます。僕は料理を通して海外にもその心を伝えたいと考え、今回の一皿にわびさびという名を冠しました。じゃがいもの皮はオーブンで香ばしくローストし、昆布のだし汁に香りを移します。じゃがいもはエシャロット、チョリソーと合わせてクロケットにします。その他の根菜は低温でコンフィにし、ほうれん草は一番だしとともにピューレにします。チョリソーオイルは1時間低温で抽出します。メインの食材は石ビラメ、自家製のいぶりがっことエシャロット、マッシュルーム、鶏だしで作ったファルスをほうれん草で包み込み、さらにそれを石ビラメで巻きます。その後オーブンでしっとりと火を入れます。カットした後には青さのりと海苔をすり合わせたものを周りにつけます。石ビラメの火入れの麗しさや盛り付けの繊細さ、じゃがいも、ごぼう、ウイキョウ、大根、決して高級食材ではありませんが、調理法に豊かさがあり、味わいの奥深さやその風味に心が満たされます。そしてそれぞれの食材が織りなす味わい、そばの実のように古からある食材の尊さに思いを馳せながら味わっていただきたい一皿です。レストラン ERH 内海龍一。